はい、ということでランキングのご視聴ありがとうございました。全体的なところと詳細見ていこうと思うんですけど、その前にめっちゃ市場暴落しましたね。やっぱりアルティメット TOTS の影響は凄まじいなっていう印象ですね。暴落した今だからこそ本当に強い選手、みんなよく使っている選手っていうのがデータを取ってみることでわかるんじゃないかなと思っております。ではね、ピックアップにしてる選手見ていこうと思うんですけども、アリソンまだちょっと根強く残ってるなって印象があって、結構値段もね11万コインスっていうところで、やっぱケミストリーがマルキーニョスやミリタオと合うっていうところで高い採用率誇ってるのかなと思うんですけども、正直ゴールキーパーはもうダントツでファンデルサールが多いなっていう印象を持ちました。この選手今着てるアイコンスワップでもね5枚で手に入る選手でもありますし、いろんなリーグで強いセンターバックっていうのがたくさん出ていて、ケミストリーが合わせやすいって意味でもこの選手高い使用率になってるんじゃないかなと思います。次ディフェンス部門見ていこうと思うんですけども、 TAA 今5万コインなんすよね。もう暴落が凄まじいですねっていうのと、ミリタオがアルティメット TS 選ばれなかったんでまだ53万コインっていうところでマルディーニにつくの金額なんですよねっていうところで、ちょっと割高かなとは思うんですけども、強い選手ではあるのかなと思ってます。でクリバリですね、ケミストリーは正直もう周りアイコンで囲むかセリエの選手を無理やり入れるしかないんですけど、この選手僕正直現役だともうトップ1トップ2そのぐらいの強さかなと思ってます。めちゃめちゃ感動しました。次5位のクアドラードなんですけど、この選手ワークレートハイハイになっていて、今の環境って5バックがめっちゃ流行ってて、僕自身は3バックなんですけど、サイドの位置に選手を置くっていうフォーメーションを取っているんですけども、フレームの位置でのクアドラードがめちゃめちゃ強いなっていう印象があって、っていうのと今週5バックが流行っていたっていうのもあるんで、クアドラードこの高い順位なのかなっていうところも思います。そして4位のエスマルキーニョス、この選手かなり強い選手なんですけど採用率高えなっていうのが感想ですね。かなり43万コインとお手軽になったものの、センターバック陣としては値段は高い方なのかなと思うんですけども、この採用率っていうことで課金で当てた方も結構いるのかなっていうスカットを分析してても思ったんですけど、かなり高い採用率誇るなっていう印象です。はい、で3位のバランは、まだバランおるかっていう感じで、2位のマルディーニも SBC で使えるんでってところで、正直市場で180万コイン出して買う人はあまりいないのかなと思います。1位エスカンセロなんですけど、この選手今36万コインで買えちゃうっていうところでめちゃめちゃコスパいいなって思うんですけど、テオエルナンデスの半額の金額ですし、でもかなり強いですし、それこそ先ほどもあったように、5バックもしくは3バックの LM、LWB っていう位置だとめちゃめちゃいい選手かなっていうので、それも影響してこの高い順位なのかなと思うんですけども、それにしてもかなり暴落したなっていう印象を受けました。ということで5大リーグ全てできて、かつ今アルティメット TOTS の週っていうところで統計取ってみたんですけど、かなり先週と比べて変わったなっていうところが多い印象ですね。ダコスタいなくなりましたし、ハキミやヌーノメンデスも高い採用率持ってますしっていうところで、結構先週に比べて大きく変わったかなっていう印象を持ってます。はい、ということでゴールキーパーディフェンダー部門の CF 使用率については以上となります。この後モーメントアイコンピック作ったんで、それを引いてるんで、よかったらそちらもご覧ください。それではパック開封へどうぞ。よしよし、もうどんどんカモンイエーください。皆様のカモンイエーが使えます。はい、ちょっとカモンイエースタンプ作ろう、折り返して。よし行くぞ。よし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 、じゃあね、いつも通りの引き方で、隠してじわじわいきますね。あ、みんないいね、カモンイエーください。全然カモンイエー言ってもらって、僕の配信のカモンイエーが全然 OK なんですけど、よし OK。 ではモーメントアイコンピック引こうと思います。ではね、隠して3人順番にじわじわ見ていく形で引こうと思うんで、一度画面を黒くします。よっ、いきます。カモンイエーお願いします。一番右からいきます。
オッケー。じゃあ一番右側から見ていこうと思います。何が出るかな。オッケー。フィジカル、お、うん、いやスタミナ低すぎる。スタミナ低すぎるけど、スタミナが低いってことはアタッカーの可能性が高いからワンチャンある。やめろ、あのリケルメベロンサネってやめろ。アルゼンチンのノリが出てくんな。じゃあ次行きます。あ、守備38。あ、守備38の、いや、これも絶対前線ですね。まあスタミナに難はあるけど、他はめっちゃ強いよっていうタイプの選手やったらもう勝ち。はい。お、ドリブル94。え？え？ドリブル94。え？え、ドリ、え、ド、え、ドリブル94。えぐ。次行きます。え、パス95。え、視野98。え？え？え？待って、これガチで強いんじゃん。え？これガチで強いんじゃん。やばい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 。次、行きます。え、あ、ま、終わった。今まで、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。続いていきます。86、はい。私が引いたのは、はい、ロブロックです。くそが！よし。じゃあ次、まだね、2つ可能性あるんで、行きます。はい、隠す。このグロ画像は、いいや。頼むでいいや、マジで。じゃあね、二つ目、行こうと思います。あ、待って。ダメ。これか。よし、では、二つ目行きます。いや、ラウドロップ、芝居キラドロップ、バグってんのよ。同じのにこけたらあかんのよ。そう、マジ、パスまでは良かった。行きます。あ、フィジカル88は俺好きよ。結構フィジカル88はいい選手多いよ。お、これ来たんじゃん。じゃあ次、行きます。お、守備87。え、いい、いい、全然いい、全然いい、全然いい。フィジ88の守備87はマジでいい。よーし、じゃあ次、行きます。ドリブル88。お、悪くない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 。悪くないよ。お、いい、いい。すごくいいバランスをしてる、能力が。すごくいいバランスの能力をしてますね。誰や、これ。これ誰や、これ誰や。次行きますね。お、パス92。え、お、これはかなり、え、これはちょっと期待できますね。これ期待できますね。はい。じゃ次行きます。ここ大事よ、マジで。あ、シュート88。おーおーおーおおお。おー、まあでもロングシュート92のシュート94。まあ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 、この次が一番大事。ペースね。はい。ペース87は終わっとんのよ。はい。では、あれ待って、ペース87は終わってないか。終わってるか。では私が引いたのは、はい、じゃあ次いきます。いや、まあ、まだね、まだある、まだある、まだある。ではラスト3人目いこうと思います。あ、終わった。終わりました。私が3人目引いたのは、はい、カンデルサールです。あ、でもサール悪くない。はい。では、私が、聞いた、3枚をおさらいしていくと、ラウドルップ、シュバインシュタイガー、ファンデルサールでした。はい。マジか！くっそー！あー！あー！あー！さすがにでも、ユーティ自体はトレカのサールだったんで、まあ、ファンデルサールいただこうと思います。ナイスキーパー言うな、ちょっと。はい、じゃあファンデルサールいただきます。はい。